まあね、日本商とは今すごい勢いであるのは間違いないんですけどね、一時的なものになるのか恒常的なものになるのかっていうのは僕もちょっと正直わからないところですけど、ただ言えるのはその日頃政治に関心ない人は全く知らないっていうことだけ間違いないですよね。だから5000万人が選挙に行って5000万人選挙に行かない、選挙に行かない人たちがじゃあ日本保守党を知ってるかっていうとほとんど知らない、こっちの人たちでしか行く人たちでしかなってないですよね。でやっぱり大きく変わるにはこっちだと僕は思ってるので、日本保守党に関しては僕は今のところあまりもう積極的にコメントするつもりはないです。別にあの百田さんとも河村さんともあの少なくとも仲良くさせてもらってるつもりです。河村さんはね、一度僕がドバイにいる時にお電話いただいて直接お話したことはないです。あの河村さんに対して悪い印象は全く持ってないですけどね、もちろん百田さんに対してもそういう悪い印象は持ってないです。まあ向こうもそうだと思いますけどね。